ボートレース下関のスポニチ金牌争奪戦は23日予選最終日が行われた松井博也、31イコール三重は4日目 3R で5コースから2着 8R のイ線も逃げて得点率886予選3位で順正義枠をゲットした相棒18号機は足は日に日に良くなっているいつも通りのターン回り系でいい仕上がり伸びも悪くないし 十分ですと仕上がりに胸を張る。8月図で今年2度目の V、2節前の尼崎で優出5着と連続で V 戦に進出している。リズムは悪くない、自分の感覚とペラが噛み合っている。それで調整を合わせられているのがいいと思うと確かな手応えをつかんでいる。まずは準優を逃げて優勝戦に駒を進める。